タージ・マハル・ハワー・マハル・ロータス・テンプル、フマー・ユン・ビョーコンノート・プレス、アーク・シャル・ダーム・ジーン、インドモン・インド内務省・ナイム・ショコンノート・プレス、ジャンタル・マン・タル、大統領官邸、インドモン・ジャル・マハル、ビル・ラ・マンディル・ジーン、アルバート・ホール博物館、ハワー・マハル、ジャンタル・マン・タル・インドのゴールデントライアングルは、主要都市であるデリー、アーグラ、ジャイプルを結んだ、観光の周遊コース。 ゴールデントライアングルと称されるのは、ニューデリー、アーグラ、ラージャスターン州の位置が地図上で三角形になるためである。この周遊ルートの旅は、通常はデリーから始まり、南へ進んで、アーグラのタージマハルへ向かい、ついで西へ進んで、ラージャスターンの砂漠の風景を見る。通常は、バスの団体旅行でも、個人でも、ほとんどの旅行代理店を通して手配することができる。 ゴールデントライアングルは、インドの多様な景観を幅広く体験できるものとして、今や、人気のルートとなっている。道路距離にすると、このルートは一周をよど 720km ほどで、ある。それぞれの観光地の間は、自動車では4時間から6時間ほどの移動となる。デリーとアーグラ、ジャイプルの間は、シャターブティ休行によっても結ばれている。ありがとうございます。